上田勇の菅原ラジオ。皆さんこんにちは。上田勇の菅原ラジオ始まりました。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。ということで4回目ですね。4回目お久しぶりです。もういろいろ走り回ってると思うのでなかなか会えないんですけど。なかなか会えないんですよ。走り回っていらっしゃるということでね。ありがとうございます。いやーさあ上田さんあれですね、今オリンピックが、ね、はい、だいぶ盛り上がってますね。やっぱそうなっちゃうね。そうですね、これ今日ね、うん、収録日が分かっちゃいますけど、はいはい、今日カーリング女子が中国に勝ちました、ね、強いね。やっぱカーリング強いですね。笑顔がいいですよね。そうですね、なんか笑顔で頑張ってるだけでもなんかすごい強そうな風にも見えますね。確かにね、なんかね気さくな感じするんだよね。いうことでいろんなね競技ね、女子選手が大活躍ですよね。うわもう本当にそうですよね。アイススケートしかり、もうイメージそうですよ ね。今回めちゃくちゃ種目が多いんですかね。あ、そうなんですかね。一番最多なんですね。言ってましたね。いう中でも、はい、上田さんが注目している種目はズバリ何なんですか。おやっぱりスキーのジャンプですね。あですよね。やはりね、もう夢ですよね、空飛ぶっていうのは。そうですね、限りなく空飛んでますよ ね。小林選手が金メダルと銀メダル、はい、取りましたしね。すごいですよね。すごいですよね。陵侑ですからね。名前がね。名前がまずすごいですね。でも着地した時にフォーって言いますもんね。小林選手は。そうだよね。そう、やっぱ気合いはその出ちゃいますよね。じゃあ上田さんもかじりついてると、はい、見ながら。はい。はい。ことですけれども、はい、小林選手といえば、はいね、もちろん素晴らしいんですけれども、はい、お父さんが何やらちょっと有名だと、有名というか、はい、子育てみたいなね、ことが注目されてたって話も聞きましたけども、はい、なんかこう保守一徹みたいなお父さんだったっていう、あ、厳しかったんですかね。あですかね。うん、世代によってはちょっと保守一徹がわからない。わかんないかなと思いますけど、ね、上田さんよくわかってますね。ほらね、いうことです。まあ厳しいお父さんだったということですけども、はい、子供の教育は3歳までが勝負っていう考え方をお持ちでいらっしゃって、4人お子さんいらっしゃるんですね。あ、そうなんですか。ね、お兄さんも出てましたもんね。あ、そうでしたね。そうなんですよね。すごいですよね。すごいね、めちゃくちゃすごいんですけど、はい、で、この子供の頃から身体能力を高めるため、独自で編み出したトレーニング、うん、その名も、うん、雲鬼ごっこ。鬼ごっこじゃなくて雲みたいな、なんかこう形をして鬼ごっこ。ああ、そうそうそう、それによってだいぶ体幹が鍛えられたっていう、あ、ね、本当にこういいのかよく分かりませんけれども、そういうことらしい。なるほどね。2、3日前テレビでやってましたけど、はい、3歳ぐらいからジャンプしてるんですね、うん、あ、そうなんか、ね、そういうことですか。じゃあ3歳までは雲鬼ごっこで体幹を鍛え、はい、そこからもうジャンプなんだ、ジャンプに行ったんですかね、うん、すごいですよ。ちなみに上田さんは雲鬼ごっこやられたことはないですね。絶対ないですよ。絶対ないですよ。ちなみにジャンプされたことはもうないですね。ね、はい、ありがとうございます、ということで、いうのがねちょっと話題になってたんで、はい、なんかこうね、まあ、上田さんもね、うん、お子さんお二人いらっしゃるかと思うんですけども、うん、あ、そうですよね、まあ、なんていうかどんな お父さんなのかなっていう、あ、うん、はいはい、ことをね聞きたいっていう。もうお二人はもう成人されてますもんね。そうですね、二人とももう社会人なんで、はいはいはい、でも小さい頃からでも上田さんも議員さんでしたかね。そうですね、上の長女が、はい、あ、4歳ぐらいの時かな、ああ下は1歳の時が初めての選挙でしたから。そうですね、すごいですねこれ。もうそうなるともう奥様の黒の方に、ね、話してくれちゃいそうですけど。そうですね、まあでもそうか、じゃあずっとそういう姿を見られてきたんですね、お子さんも。なんでしょうね。じゃあ逆に時間あまりなかったですか、そのお子さんと過ごす時間というか。やっぱり限られてましたね。でもまあこれはどうなんでしょうか、はい、ね、どこの家庭でも、まあそうですね、お父さんがね、仕事してれば、はい、私今、まあ、特にお母さんも仕事してますから、はい、そうですよね、もっとそういう時間は限られてるでしょうから、
なんかでも工夫されてきたこととかあるんですか、その時間ない中でも。そうですね、まあ共通のね時間を作れるって言ってやっぱり朝の時間なんで、なるべく朝はね、はい、一緒に、はい、いる時間をということで、あまあ忙しいですから、ご飯を一緒に食べるとか、まあ、そういったことが、そっか、なるほど、大事ですよね。一日一回食卓囲むって大事ですよね、どこかで。確かになかなか毎日のようにはいかなかったですけど、はいはい、でもやっぱり心がけてると、まあこう多少はできるっていうのがあるんで、うん、なるほど、ちなみに上田さんは朝はご飯派かパン派かどちらですか。私はご飯派です。あ、はい、そうですか、ご飯とも味噌汁と卵焼きとたくあんがあればいいですかね。そうですね。納豆とかね。また食べたいですよね。ああ、そうですか。なるほど。そこでじゃあ、お子さんの学校のこと聞いたりとか。そうですね。これあれですか、その上田さんはお父さんとして、はい、こう、勉強とかどうだったんですか、しなさいとか、やらないかよとか、そういうのあったんですか、言われた方ですか、それとも全然。あの、子供2人なんですけど、はい、これまた全然違って、上の子はわりかし、上の女の子はね、わりかし自分でこう計画的にやるタイプで、まあ、下の男の子は、うん、まあどっちかというとこう追い詰められないとやらないなるほど、おおらかなというか、でまあだからまあ私もそうですけど、うん、うちの妻の方が、うん、やっぱり結構下の男の子にはやきもきしてまして、なるほどなるほど、まあ早くやんないのかなとか思いながら、それで父親としてこういっぱい言うってことはもうなかったんですか、やりなさいっていう。まあそうですね、あそうか、これがなかなか難しいは難しいですよね、と言いたくなっちゃうというか、あとなんかここに行った思い出がすごい残ってるなとかありますか、まあ、一緒にやった遊びとか。上のことは、はい、結構時間があったんですよ。しかもあの地方に行ってる、大分県に行ってる時期もあったので、でまあこれは子供のためもあったんですけど、親がね、いろんなところ見に行きたいということもあったんで、まあ大分県内、それから熊本県内、いろいろ行きましたね。で結構あのまあ東京の時よりも、はい、まあ車で行くと比較的、まあなんていうか手頃なところっていうからにいろんな見るものもあって、そういう意味じゃ楽しくできたんだと思います。じゃあ娘さんとしてはパパといろんな場所行ったって思い出が、全然覚えてないですけど、ね、覚えてないですね。まあ4歳ぐらいまでの話ですね。そうですね、まあそうですよね。まあでもね、覚えてなくて写真はいっぱいあります。あ、そうですよね。なるほど、きっと刻まれたものが、そうですね、娘さんの人格形成にとって素晴らしいものになったと。毛穴から入ってますね。もう阿蘇山が相当入ったと。阿蘇山が入ったと。阿蘇山行かれましたか。じゃあ行きました。あ、行きました。あ、そうですか。そうですよね。まあ、阿蘇山登ったわけじゃないですけど、はい、阿蘇山の外輪山の中とか、は、あの中に、ま、あの中って結構こう、なんていうか、見物するところもあって、あ、そうなんですね。まあ、外輪山すごい広いですからね。あ、その中で、なんだっけ、子供が一番喜んでるのは熊牧場っていうのがあって。熊牧場、ほんと、熊が。熊が。とか、まあ、あと、小動物もいたりしてね。なるほど。動物好きですよね。いいですね。じゃあまあそうやって時間ない中でも、まあ、いろんな思い出作りに奔走されてたってことですね。なるほど。いや、これは今回意外とね、意外なこの、あまり聞けない話ですね。そうそう、父親の姿みたいな。ね、迫ってみましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。はい、ということでどんどんこれからも素顔に迫っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ最後に上田さん、リスナーの皆さんに一言よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。じゃあまた次もよろしく、また聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。